はい、ここで告知をしたいと思います。来る2022年12月18日日曜日、場所は千葉県木更津イオンモール開催、オリドパラダイス開催。はい、内容はじゃあ梅宮さんの方です。はい、今回は年末最後のオリドパラダイスってことなんですけど、富士でやった時なんかはね、車好きの人たちが集まって、富士、あれは盛り上がりましたね。本当すごかった。どのぐらい盛り上がりますか、今回も。今回はなので、はい、我々車好きの人たちが集まってミーティングをする、はい、もちろん前田選手権と自分たちで楽しむっていうことももちろんなんですけど、まあ、今回はイオンモールでやるということで、まあ、イオンモールなんて一般のお客さんも結構来るんですよ、ね。なるほど、はい、でその人たちにも実際に見てもらって、車に触れてもらって楽しんでもらうっていうのは今回一つのもう一つのテーマになります。なるほどね、一般の人にもね。はい、じゃあ僕らが車を並べたりとかして、それをこう見学したりとか、はい、一般の方がそれを見てもらったりとか、あとトークショーとかもやる予定ですか。そうですね、トークショー。それは館内でやるんですか。館内でやる、まあ、なんとも木更津のイオンモールバカでかいですからね。本当ですよ、はい、中も広いですからね、はい、でさらに今回カート場も、まあ、実はあるんで、オリドさんが得意なカートを、ちょっと僕はカートに乗りませんからえカートは禁止なんですよ。お医者さんから禁止されてる。本当ですか、残念だな、はい、そこじゃ無理をして。そうなんです、おじいちゃんの遺言でお前はカートだけには乗るなって言われてなぜかって言ったらボロが出るそこをなんとか教えていただいてですね、その日だけ、はい、カートに2時間枠を取っているので、予選と決勝をやってですね、決勝はなんと俺との戦えると。いやいや、戦いませんよ僕はまあでもあそこのカートの耐久レース僕も何度か出たことありますが、非常に盛り上がりますからね、はい、で今回はオリドさんだけではなく、そうですね、まずそう今回のテーマは、はい、86WithBRZ& 何でも OK BRZ といえばっていうね、なんていうんですね、BRZ 今年シリーズランキング2位でしたが、井口選手にもね、はい、参加いただくことになりました。井口選手のマイカーもね乗ってきていただくことになりますのでね、はい、楽しみですね。あと他にも豪華ゲストがたくさん来るんですか。来ます、楽しみですね。徐々に発表していきたいと。徐々にね、はい、今回イオンさんも協力していただいて、まあ、そういった車とかをイオンモールの周りに、はい、展示することになっていますので、家族連れの方とか、まあ、お子様の方とか、まあ、そういった方たちも楽しんでいただけるような、そうですね、ランチとかはね、もう本当にイオンの中にこうレストランがいっぱいありますので、もうちょっと寒くなったらもう外に、外じゃなくて中に入ってもらってね、一日ゆっくりと楽しんでいただければなと。まあ、とにかく広いですから。前止め選手権とかね。そう、今回は前止め選手権プラスアルファやります。前止め選手権に入る前に、例えば5メーターを5秒でこう走ってくださいというようなスピードは出ませんが、それのトライアルからの前止め選手権みたいな2つの種目でちょっと争いたいな、争うというかな、選手権ですから。選手権。そうですね。はい。まあ、ぜひね、楽しい一日にしたいと思いますので、まずはね、参加者の方をね、はいはい、今回は、若干お金かかるんですけど、商品というか景品がね、付く予定ですね、はい、参加賞がね、はいはい、参加表明の方はですね、スマートフォンアプリのマイガレージというものがありますので、概要欄に書いておきますけど、はい、詳しく説明してありますので、はいはい、そちらの方を見ていただいて、はい、参加表明をいただければと思っておりますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、今年最後ですからね、はい、楽しみましょう、はい、そしてその前に12月7日そうですね、12月7日これもまた、毎年恒例になりましたが、富士スピードウェイをマックスオイルと楽しく走ってみないかの壮行会があります。富士スピードウェイ15時から16時の1時間枠ですが、まあ、毎回恒例なんですけども、みんなでちょっとツーリングしながらね、富士スピードウェイまで楽しく行って美味しいランチを食べて、みんなでドラミをして1時間気持ちよく富士スピードウェイ走って、お家に帰ろうじゃないかと。本コースですかね。本コースです、はい、なので、はい、なかなか走る機会ないと思うんですけど、はい、初心者でも参加ができるようにちゃんとオリドさんの方で行っていただいてということになるので、はい、ぜひ毎回毎回その初心者の方結構来ていただいて、そうですね、はい、今回もまたよろしくお願いします、はい、お待ちしております。以上、ありがとうございました。